ザクセン・コーブルクザクセン・コーブルク公国は、エルネスティン・ケーベッティン・ケの世襲による君主制国家であり、居城はオーバー・フランケン地方のコーブルクに置かれていた。公家の断絶や相続に伴う分割により、何度か同族の公国に併合、分割されたが、1826年にザクセン・ゴータと合同してザクセン・コーブルク・ゴータ公国となり、 ドイツ革命による君主制廃止まで続いたザックセン・コーブルクの紋章フィデラ対コンスタンターのモットーが書かれているコーブルク軍庁舎に掲げられた紋章1347年にヘンネベルクシュレー人間白ハインリヒ発世が亡くなった時ヘンネベルクシュレー人間家の所領は未亡時に言ったフォン・ブランデンブルクとハインリヒ発世の弟ヨハンの間で分割された 6年後に、ユッタが亡くなると、その医療はさらに3人の娘に相続された。このうち、2番目の娘カタリーナフォン・ヘンネベルクが、南東部のコーブルクを相続した。カタリーナフォン・ヘンネベルクの夫で、ベッティンキュの埋戦編教博フリードリヒ3世は、1346年に、結婚した際に、嫁子として、コーブルクを要求した。これは、 ギフ・ハイン・リヒ8世から強く反対されたものの、1353年にユッタが亡くなってカタリーナがコーブルクを相続したことで手に入れることができた。こうしてコーブルクはザクセン最南部の領土となった。1485年にザクセン先帝公領がザクセン先帝公エルンストとザクセン公アルブレヒト3世の間で分割された際、コーブルクは チューリンゲン砲白領の一部として、エルンストの所領となり、以降、エルネスティン家に受け継がれていった。16世紀に建てられた、エーレンブルク城、コーブルク。チューリンゲンのエルネスティン家領は1547年のシュマルカルデン戦争での敗北により、大幅に削られてしまった。ザクセン選帝校、ヨハンフリードリヒ一世は、ミュールベルクの戦いで敗れて捕獲され、 先帝公位を剥奪された上に帝国派時計に処されたが、1552年のパッシャウノワ訳で、ザクセン公の肩書きと駐輪園の領地だけは確保できた。ザクセンコーブルク公、ヨハンエルンツとはコーブルクの所領を安堵されたが、ヨハンフリードリヒ一世の処遇について一切手出しを許されなかった。ヨハンエルンツとは新たな居城としてエーデンブルク城を建設したが、 ここには、後のザクセン・コーブルク公も住み、さらに拡張が行われた。ヨハン・エルンストは1553年に死女なく、亡くなり、釈放されたヨハン・フリードリヒ一世が、ザクセン公となったが、翌1554年に亡くなった。コーブルクの領主は、ヨハン・フリードリヒ一世の息子、ヨハン・フリードリヒ二世となり、バイマルに宮廷を置いた、長男とヨハン・ビルヘルムと、 マッテイ・ヨハン・フリードリヒと共に、ゴータに宮廷を置いて統治した。マッテイ・ヨハン・フリードリヒが若くして亡くなり、エルネスティン・家領が再分割されることになると兄弟に、いさかいが起き、3年ごとに見直すことが取り決められた。ヨハン・フリードリヒ2世は、ゴータ、アイゼナハコーブルクを統治していたが、1566年に、盗賊のビルヘルム・フォングルンバッハに焚き付けられて、 先帝皇くらいを奪還すべく新生ローマ皇帝、マクシミリアン二世に反乱を起こし、失敗して帝国アハト系に処された上死去まで獄中に止められた。ヨハンフリードリヒ二世の所領は、弟ヨハンビルヘルムのものとなったが、今度はヨハンビルヘルムが、フランスをシャルル九世と同盟して、皇帝の不況を買ってしまった。ザクセンコーブルク公ヨハンカジミール、1597年。 有罪が。カレンベルク上造、マクシミリアン二世は、1572年のエアフルトの分割により、ヨハン・ビルヘルムが手にした領地を、ヨハン・フリードリヒ二世の二人の息子との間で再分割させた。ヨハン・ビルヘルムは、イエーナ、アルテンブルク、ザールフェルトなどを含むザクセンバイマルの領主となり、ヨハン・フリードリヒ二世の子息ヨハン・カジミールと、ヨハン・エルンストには、 チューリンゲン南部のコーブルクと西部のアイゼナハが与えられた。ヨハン・カジミールとヨハン・エルンストは未成年であった、タメザク戦線帝抗アウグストが後見人となり、その監督下で教育を施すこととなった。二代続けて帝国アハト系となる反逆行為を働いたにもかかわらず、ヨハン・フリードリヒ一世の血族に領地が安堵されたのは、 シュマルカルデン戦争で神聖ローマ皇帝側についた、皇でザクセン選定皇位を得たアルベルティン家の勢力拡大を恐れたためである。実際、神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世は1552年にザクセン選定皇モーリッツの反抗によりパッサウの和訳デルター派の容認を余儀なくされている。エルヌスティン家の指定に領地を継がせることで、 アルベルティン家の領地拡大を防いだのである。1586年に、ザクセン選抵抗アウグストが亡くなると、ヨハン・カジ・ミールとその弟ヨハン・エルンストが領主となり、共同統治を行った。1596年には、ヨハン・エルンストが、ザクセン・アイゼナ派の領地を得て独立し、以降コーブルクは、ヨハン・カジ・イールの単独統治となった。 その領土は、ラウター、ローダッハ及び、ゲシュトゥングスハウゼンからなる、コーブルク軍と、ヒルトブルクハウゼン、レムヒルト、アイスフェルト、シャルカウ、ゾンネベルク、ノイシュタット、ノイハウス、メンヒエレーデン、ゾンネフェルト及びテンネベルクからなる、ヘルトブルク軍であった。ヨハンカジミールは、コーブルクの統治基盤を整備したが、とりわけ死後も長く存続し、多くの政治的混乱をも乗り越えた。 完了機構を確立したことは大きな業績と言える。1633年、ヨハン・カジミールは子女なく亡くなり、ザクセン・コーブルクをヨハン・エルンストが継承したことで、ザクセン・コーブルクとザクセン・アイゼナハは合同して、ザクセン・コーブルク・アイゼナハ公国となった。しかし、ヨハン・エルンストにも子女がなく、領土再編は不可避であった。また、30年戦争の影響で、 コーブルクを何度も軍隊が通過したため国力は大いに疲弊し、人口は5万5千人から半分以下の2万2千人にまで減少してしまった。1638年、エルネスティン系のコーブルクアイゼナハケが断絶し、その所領はザクセンバイマルとザクセンアルテンブルクに分割された。1640年に、兄弟間の分割相続協定により、コーブルク地方のうち、コーブルク、 ゾンレフェルト、ゾンレベルク、ノイハウス、ノイシュタット、ヒルトブルクハウゼン及びレムヒルトは、ザクセンアルテンブルク公、フリードリヒビルヘルム2世の所領となった。この際、アルテンブルクとコーブルクは同訓連合となり、それぞれ個別の統治機構が残された。フリードリヒビルヘルム2世は1669年に亡くなり、さらにその後を継いだフリードリヒビルヘルム3世が3年後に、 亡くなると、ザクセン・アルテンブルク家も耐えてしまった。このため、ホーブルク地方を含めたアルテンブルク公領の4分の3は、1672年にザクセンゴータ公、エルンスト一世が継承した。エルンスト一世は1675年に亡くなったが、所領をフリードリヒ一世をはじめとする7人の子息が共同統治するよう遺言した。しかし、結局1680年に、 所領は、兄弟七人で分割することになり、長子フリードリヒ一世が、ザクセンゴータールテンブルク、ベルンハルト一世が、ザクセンイコールマイ人間を手にし、ザクセンコーブルクは、アルブレヒトの所領となった。この際、レムヒルドとヒルトブルクハウゼンを、さらに下の弟ハインリヒとエルンストに譲るため、コーブルク、ノイシュタット、ゾンネベルク、メンヒエローデン、ゾンネフェルト、ノイハウスの、 核軍はかなり削られて小さくなった。エーデンブルク城の大広間。アルブレヒト港による1690年代の壮大な建築計画を物語っている。コーブルクの巨城をバロック様式に改築したのはアルブレヒトであった。彼は彼の王室と王子の同時大臣の習慣に自分自身を向けコーブルクの模造ミニチュアを試みた。 彼の宮廷図書館には4757冊の本が所蔵されている。ギムナジウムであったカジミーリアヌム・コーブルクを大学にまで発展させようとしたが、財政難のため断念せざるを得なかった。1690年に消失したエーレンブルク城をバロック様式の宮殿として再建したことで、広告は極端な財政難に陥った。アルブレヒトは、 子女のないまま1699年に亡くなり、その医療は他の兄弟に分割された。ゾンネフェルトは1705年にザクセンヒルトブルクハウゼンに継承されたものの、それ以外領地の貴族については、ザクセンイコールマイ人間のベルンハルトと、ザクセンイコールザールフェルトのヨハン・エルンツとの間で争いになり、30年を経た1735年に、 数度にわたる神聖ローマ皇帝の仲裁を経て、ようやく解決を見た。これにより、ノイハウスとゾンネベルクは、ザクセンイコールマイ人間に継承され、残りの部分は、ザクセンイコールザールフェルトに並行されて、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公国となった。ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公、ヨハン・エルンストが1729年に亡くなると、遺言により、 クリステアニエルンストとフランツ・ヨシアスが所領を共同で相続したが、クリステアニエルンストはザールフェルト、フランツ・ヨシアスはコーブルクに宮廷を置く29廷となった。クリステアニエルンストが1745年に亡くなると、フランツ・ヨシアスがザールフェルトを継承した。フランツ・ヨシアスは多数の子女で領地を分割相続するのは、区下断絶のもとであると考え、 1747年には、新生ローマ帝国の認可を受けて、継承法を長子相続に改めた。1806年に新生ローマ帝国が消滅すると、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト公国として、独立し、1826年には、ザクセン・ゴータ・アルテンブルク家断絶に伴うエルネスティン、継承公国の領土再編により、ザクセン・コーブルク・ゴータ公国となった。この際、 ザクセン・コーブルク公国とザクセン・ゴータ公国の同君連合の形を取ったが、この連合関係は1918年11月のドイツ革命を経て1919 19年4月12日に分離条約が締結され、ザクセン・ゴータ自由州とコーブルク自由州に分離するまで続いた。バッハマン、ハラルド、シュロース・イリンベク・イン・コーブルク、イン。 第イレジデンツ、シュラサーでアーネスティナー、HG、V ロスビタ・ヤコブセン、ブチャ・バイ・エーナ2009、S44、ハラルド・バッハマン、オールディーズ・クライネ・ーフストン・ベルダ・イヒ・デ・ボン・ヤガン、イン、ステファン・ N ・ T ・ H、コーブルク1056-2006、エイン・ストライフ・ザ・グリーヒ950ヤーレ、ゲシヒテ・ホンスタット・ウントラント、ISBN3 から86520824、S181、 ありがとうございます。